堀田武氏は、神奈川県出身の元プロバスケットボール選手である。ポジションは、スモールフォワード、パワーフォワード。身長196センチメートル、体重85キログラム。湘南高科大学附属高等学校、日本体育大学卒業。13歳の時にバスケットボールを始める。湘南高大附属高校から日本体育大学を経て、 新潟アルビレックスに入団。2003年には日本代表にも選ばれた。2005年、新潟アルビレックスの BJ リーグ転席に伴い、福岡レッドファルコンズに移籍したが、シーズン途中でチームが解散となったため OSG へ移籍。福岡から JBL への移籍選手第1号となった。ホッタは、新潟アルビレックス、OSG フェニックス東三河の複数チームにおいて、 JBL から BJ リーグへ転籍するチームの最終年度に所属していた唯一の選手である。2008から2009シーズンから BJ リーグの浜松東三河フェニックスでプレーする。JBL でプレーするのか BJ リーグでプレーするのか相当迷ったようだが地の流れに身を任せた方がいいという理由でフェニックス残留を選んだ。2009年オフ。 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズへ移籍。2011年、地元から BJ リーグに参戦する横浜 B、コルセアーズに移籍。2013から14シーズンを最後に引退、フロント入りした。2016年より、新潟アルビレックス BB のアシスタントコーチを務める。2017年オフ、B に昇格を果たした金沢物資団のヘッドコーチに就任。 2019年オフ B に広島ドラゴンフライズのヘッドコーチに就任2019から20シーズン B1 昇格を達成した2020から21シーズンシーズン中に成績不振によりヘッドコーチの契約を解除される2021から22シーズン B に青森ワッツのヘッドコーチに就任テンプレート金沢武士団歴代 HC ありがとうございます。